ともくんチャンネルです。はい、今回もねともくんチャンネルが始まりました。で、今回はね、これはアリーノキットのオーナーズ24の、ベンツですね。はい、77年式のベンツの 450SLC っていうやつですね。はい、オーナーズ24の方です。はい、まあアリーノキットではね、オーナーズクラブの、まあ、32分の1の方もあります。ですが僕は今は今回はねこれ24分の1の方を作ってます。はい、前にね、このベンツちょろっと紹介した時に、このボディとかですね、ボディは青色でした。はい、で内装もシルバーまでの方で紹介してたと思うんですけど、はい、今回色変えました。はい、ベンツですね、この箱の色では、これ青色のツートンかなにはなってると思うんですけど、僕今これはね画面上でも、まあ、肉眼でも、はい、茶色系ですねになってます。はい、これ青色ですねの上に、まあいろんな色を拭いてます。はい、最初ね、青色の時は、これでした。はい、青色の時はねこのちょっと見にくいと思うんですけど色ついてますけどウルフブルーを拭いてます。はい、その時は前に紹介してたと思います。はい、で今回はそのウルフブルーを拭いた後ですね、そのままちょっと放置してました。はい、でちょっとねそのウルフブルーの上からこのねガンダムの方の色ですね、シャーレット、はい、まあ普通のシャアを作る時の色ですね。はい、そのシャーレットを拭いて、でもうちょっとねなんか微妙な色でした。はい、このウルフブルーの上にシャーレットを拭いたらなんかね、微妙な色だったので、その上からこのクリアブラウンを拭いたらこんな感じの色になりました。はい、今これね、ドアとボンネットはねもう置いてるだけです。はい、ポロンと外れます。こんな感じの色ですね。まあ、実写とかでもね、日産の、まあ、インフィニティとか、まあ、日産系にあるような感じのマルーンの色ですね。はい、の方に近づいたかなと思います。はい、ベンツにはね、まあ、そうこういう感じの赤茶色系ですね、マルーンみたいな感じの色っていうのはないと思うんですけど、はい、青系だったらなんかちょっと僕気に入らなかったので、
こんな感じの色で、落ち着いた感じの色ですね。ベンツで落ち着いた感じの色にしたいかなと思って、また拭き直しました。はい。拭き直したっていうか、まあその上からね、青色のウルフブルーの上に拭いたんですけどね。はい。こんな感じの色になってます。はい。まあこれもね、光の加減で見たらラメが入ってます。はい。ウルフブルーとかで、ちょっとラメが入ってたんかもわからないですね。はい。で、ボンネットもね、はい、こんな感じです。はい。で、ちょっとなぜこのベンツを作らなかったかって言うたら、このね、このボンネットが、この部屋の中ですね、僕がプラモデルを置いてるとこに、ちょっとなかったんです。はい。なくしてて、もう、ね、ちょっと部屋の中全部探しまくって、やっとこの前見つけてね、はい、出てきました。で、これでベンツはできるようになります。はい。色もこんな感じになってます。はい。で、エンジンもね、まだ、メッキのパーツとかはちょっとつけらなダメなんですけど、色的にこんな感じです。はい。これもシルバーだったのを、エンジングリーンかなを軽く拭きました。はい。まあ、エンジンカッパーとかエンジンゴールドとかってもあるんですけど、またね、その2色もこの色で気に入らなかったらあと2色ね、拭くかも分かりません。はい。で、内装はこれシルバーだったんですけど、内装は元はもうねシルバーでそのまま置いてましたが、ちょっとねシルバーの上に、グラファイトブラックを拭いて、でそこから、これですね、まあグリニッシュブルーかな、はい、それを拭いたらこんな感じの、はい、色になってます。まあこのグリニッシュブルーもラメもちょっと入ってますんで、はい、ちょっとキラキラ光ってます。コブラブルーとか、そんな感じのちょっと薄い版の色ですね。はい、グリニッシュブルーとか、はい、そんな感じになってます。はい。まああと細かいね、部品もあるんですけど、まあなんとかね、ちょっとやってみたいかなと思います。はい。今回はね、こういう感じで、色変えましたよっていう紹介でした。はい。でこれからねこのアリノキッドの77年のベンツ 450SLC っていうやつですね。はい、オーナーズ24のやつを作っていきます。はい、また次回ね、ちょっと進んでると思います。はい、このドアのとこですねの細かい部品とか、エンジンの細かい部品とか、ちょっとね内装の部品とかで、また内装の方も色分けとか細かい色分けとかもしますんで、また次回ですね、それの紹介をしてみたいかなと思います。
はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバイ。Thank you.